皆さんこんにちは、三原一太です。中の人です。1P でようこそお越しくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、ですね、はい、いや今日今から皆さんとお話ししたい話なんですけれども、はい、ヨーロッパ史をやります。はい、やってください。気軽に言うね。まずですね、はい、まずその なんで急にっていう話からしますけど、はい、例えばこの時代実はヨーロッパではこうでした、はい、とか、はい、この時ヨーロッパではこういうことが考えられていましたみたいなことを今までの動画の中でもたまに、はい、僕が使っていたこともあります。たびたびね、今後も多分そういったことが、あるだろうと思います、はい、その時に、はい、ま、特にもう別に、どこの歴史だって分かんないよって方もそうですし、はい、西洋史苦手だなっていう方いらっしゃると思うんですよ、はい、というかまあ僕なんですけど、横文字いっぱい出てくるしね。そう、カタカナがね苦手なんだよね。そうなんですよ、はい、でその対策のために、はい、一度ここでヨーロッパ史をなんとなくざっくりまとめてブワーッと、あ、なるほど、追っかけてみようかなと思いまして、はいはい、ただ今言いましたけど苦手なんですよ。ただちょっとねこちらでお話ししようと思って、はい、勉強し直したところもあります、はい、なのでまあ大丈夫だとは思うんですけれども、はい、ちょっとお聞き苦しいところがありましたら、ご容赦ください。はい、はい、それでは参ります。はい、ヨーロッパ史編ですね。はい、はい、皆さんヨーロッパってどこだと思います？なんだろうそのちょっと抽象的な質問ですね。これが実は、はい、ヨーロッパ史が分かりづらいと僕が思う、はい、2つポイントがあるんです、まあはい、カタカナを入れれば3つなんですけど、はい、カタカナを抜くと2つあるんですけど、そのうちの1つなんですよ、はい、ヨーロッパってどこだろう。まあ日本の世界地図でいうと、はい、左端。そうですね。そうですね、はい、はい、ヨーロッパ、世界地図をできれば見ていただければいいなと思うんですけれども、はい、おそらくですが、はい、フランス、ドイツ、イギリスを中心とした四角、切り取られた四角、はい、をヨーロッパの地図として思い浮かべる方がいらっしゃるんじゃないかと思います。はい、なんとなくですよ、はい、もちろん正確な位置とか分からなくて全然構わないし、はい、いいんですけど、まあ、ご自分でもし今ねチャンスが手元にものがあれば、はい、ちょっと地図を書いてみてください。お、地図を書くなんて大それたこと言いましたけど、ここの隣にこの国があってこんな感じかなっつって、はいはい、大まかにでも書けた人は、はい、もう自慢していいと思いますよ。もちろんお仕事の内容的にちょっと関わりがあるとか、はい、好きで覚えていますって方はいらっしゃると思うんですけれども、はい、例えば面積的に小さな国がいろいろあったりだとか、はい、そういうのがあってちょっと分かりづらいところもいろいろあると思うんですね、はい、まあ、そういうのもあると思うんですが、ヨーロッパってどこかって言われたらおそらくその地図が出てくるんじゃないか、はい、そのイギリス、フランス、ドイツが中心にした地図が出てくるんじゃないかという前提でこの後の話をさせていただきます。はい、お願いします。ヨーロッパ史を理解するにあたってその地図は一回捨ててください。今書いたのに書かせたのに。はい、はい、そうです。その地図のふんわりしたものが必要になるのは今から3000年後ぐらいです。いやでもじゃあ必要じゃないか今は。とりあえずね、はい、まあ、とりあえず一回脇に置いてください。はい、何が言いたいかと言いますと、ヨーロッパ史そのスタートから追っていく、その今時系列に追おうとしているんですけれども、追うときに必要なのはもうちょい画角で言うと下、ほう、そして向かって右です。はい、地中海ありますね。ありますね。出てきましたよ。地中海周辺。はい。それが、原初のヨーロッパだ、と思ってください。要は、イタリアとか、うん、ギリシャとか、はい。
そこら辺のことですよね。そうですね、はい、そこら辺のことですし、はい、トルコだし、はい、エジプトだし、おチュニジアだし、はあ、スペインだし、はあはあ、じゃあ結構下の方にずれますね、やっぱり、はい、と地中海を中心にしてといったのはそういった意味合いがあります。はい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 、はい、これはなぜかと言いますと、はい、まず文明が栄えるのに必要なものにその川、はい、であったり海であったり、その水の恵みがかなり必要なんですね。その大量に人が集まって住むのに、はい、そういったものが必要になってくる、いわゆるインダス文明、黄河文明、はい、エジプト文明、メソポタミア文明、はい、メソポタミア文明がまさにこの今言った地中海世界のちょっと向かって右下にあるんですよね、はい、その辺りになります。なのでその地中海っていうものが文明を発達させるのに対してすごく有用だったんですよ。なので他の地域よりも早く文明が発達し、それが今残っているものが多いです。なるほど。もしかしたら北の大地の方にも同様な文明が残っていたのではないかというのも今全然言われてはいますが、一旦それは置きます、はい、まず時系列順に追うためにそれをまず地図をちょっと下にずらしてください、はい、これが一つ目です。はい、下げました、はい、そして二つ目、今からはいバーッとまず前半、ちょっと今回前後編に多分分けると思いますが、はい、まず前半戦の、説明する事柄を時系列順にパン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 と並べていきます、はいはい、一番最初のもの、それはエーゲ文明、クレタ文明です。エーゲ文明、クレタ文明、はいはい、次がギリシャ世界、はい、そしてアレキサンダー大王、はい、その後にローマ共和制、はい、ローマ帝国、はい、となります。前半がこのラインナップで、前半がこのラインナップです、はいはい、後半はそのローマ帝国を中心に話をさせていただくので、はい、まずローマ帝国までを話ができればいいなと思っています。お願いいたします、はい、まずエーゲ文明、クレタ文明という名前が出ました、はい、これは地中海に浮かぶ島です。あ、島、はい、クレタ島とか、はい、エーゲ海とか、あ、エーゲ海はねよく聞きますね、ます、はい、クレタ島は多分、クレタ島の怪物の名前の方が有名だと思うんですよね。え、怪物の名前なんですか、はい、ラビリンスにいる牛刀人身の怪物です。わかりますけど名前が出てこない、ミノタウロス、あ、そうね、ミノス、はい、っていう国、島、はい、クレタ文明だったと思うんですけど、はい、そこにいるその伝説の怪物ですよね。じゃあミノタウロスさんはあのクレタ島出身、はいはい、ミノタウロスからヨーロッパが始まる。おお。牛の頭と人間の体の。そう。ちなみに、牛の頭と人間の体っていうのは中国にもモチーフがあります。多分、はい、その、祀ったりとか、はい、そういった宗教的な儀式的な面で、はい、モチーフとして考えやすいものだったんじゃないかな、世界的に共通して、牛がいる文明の中ではですけれども、ではないかなとちょっと思いますね。はい。そう。それが大体紀元前。2600年から紀元前1200年くらいまで、はい、これがこの地中海のエーゲ文明やクレタ文明、そういった、まあ、神話に近い時代になります、はいはい、なるほど。例えばトロイ、はい、映画のトロイ、あります、ね、ブラッド・ピットとか出てましたよね、はい、オーランド・ブルームとか、はいはい、あれもこの時代です。あ、結構こうじゃ前、はい、トロイの木馬とか、はい、聞きますね、アキレスとか、はいはいはい、メデューサとか、いやもうなんかもう本当神話の世界ですね。そうです、この神話の世界が最初です。はあ。で、神話じゃないか、おとぎ話じゃないかって言ってみんながバカにしてたのを、いや、あの話は本当にあるんだつって発掘して本当に見つけちゃったのがシュリーマンって人ですよね。すごいですねあったんだって、あったんだっていう、みんながどぎもを抜かれる。すごい。まずこれが一番最初、原初になります。はい。そしてこの後がギリシャ世界、はい、今でも地名はありますよね、アテネとか、は
はい、ありますね。スパルタとか、はい、あとテーバイ、テーベっていう名前もありますけれども、はい、いわゆる、それぞれの都市が一つの国として存在していた都市国家と言われるくらいです、はい、これ場所はギリシャ地方のちょっと北側周辺です、はいはい、アテネとかがあるからね、はい、ギリシャじゃないですか、あのギリシャです、はい、今地図がちょっと下に降りてきたのでギリシャっていう位置が見れる方は見ていただきたいんですけど、イタリアよりもちょっと向かって右側、まあ、東側になります、はいはい、これが、ギリシャ文明の時代、アテネがあってスパルタがあってここが戦争とかいろいろたくさんしてました、はい、マラトンの戦いとかもこの頃あったやつです、はい、マラトンの戦いなんだろうと思ったかもしれませんけれども、この時戦いに勝ったぞで戦場からアテネまで走った人がいて、はい、それの距離が 42.195 キロだったので、その競技がマラソンになりました。なるほど、はい、走りましたね。そう、だからこの頃からオリンピア、オリンピックの祭典というのがあった。はいはいはい、そうです、はいはい、ミノタウロスが出てきて、はい、次にオリンピックが始まりました。おー、はい、ミノタウロス出たらもう総なめですね、競技出ないねやばいよね、やばいですね、やばいやばい、はい、そう、そしてこのギリシャ世界、はい、を統一したとんでもない規格外の人物が一人生まれます、はい、それがアレクサンドロス大王、アレキサンダー大王になります。マケドニアという国の、はい、王様です。享年32歳。あら若い、すごい若い間に亡くなってしまうんですが、はい、そもそも若くして父親が暗殺されたことで、はい、自分が王位を継ぐことになります、はい、そして彼はアリストテレスっていう、その当時世界的にも類を見ない、学者さんですね、はい、に教えを受けていたり、まあ、本人の才能もあったり、はい、なんだったり、あるいはそのマケドニアっていう国自体がそのアテネとかスパルタとかの、その都市国家時代の中でもマケドニアって国がどんどん力をつけてきたっていうところ、いろんな要素が重なってアレキサンドロス大王はかなり広範囲の大帝国をまず築きます。はあ、すごいですね。インドまで行きます。うわ、行っちゃいましたねこれ佐々木さん地図を見ながらという話をしていますが、はい、ぜひ地図を見ていただきたい、はい、今のマケドニア、ギリシャのあたりからインドまで、そして、南はエジプトです。もう世界を制してるぐらいですね。そうです、世界帝国を築きます。はあ、はい、でこの頃、はい、でこれ次にローマ共和制の話になっていくんですが、実はローマ自体ももう存在はしています。あ、もうあるっちゃある。もうあります。もともとはローマにも王様がいました。はいはい、王様がいたんですが、なんかその親類の奥さんを強姦したりとかして、はい、そんなハレンチなやつを王様としておくわけにはいかないって立ち上がった人たちとかに追放されたりとかして、はい、じゃあみんなで話し合って決める議会制にしようっていうことで共和制が始まります。なるほど。それはアレキサンダー大王よりもちょっと後の話になるんですが、そのアレキサンダー大王の時代、これが、紀元前300年頃、はあはあ、ちなみに先ほどその前の、ギリシャ世界が紀元前500年頃になります、はい、先ほどエーゲ文明とかは紀元前1200年ぐらいまでって話をしました、はい、この1200年ぐらいから、ギリシャ世界の500年までの間はいろいろあります。暗黒期みたいなものとかもあります、はい、がとりあえず置いといていいです、はい、それは置いとく、それはもう置いといていいです、はい、大変です、ここら辺ちゃんとやると大変です英語文明、クレタ文明、ギリシャ文明、そしてアレキサンダー大王まで来ました、はい、一方その頃中国ではおい中国出てくんのかよ一方その頃中国では、はい、紀元前この500年頃から300年頃は何かというと、いわゆる春秋戦国時代、あら、キングダムの世界ですか。そうです、ただキングダムにはまだなっていません。まだなってない前半の、ね、いわゆる春秋時代ぐらいです。はい、春秋五波と言われていた時代ですかね、はい、そういった時代になっていると思ってください。はい、はい、日本はまだ卑弥呼よりもずっと前です。前ですね、はいずっとずっと前ですね、はいはい、さてアレキサンダー大王がすごい大きな帝国を作りました、はい、まあ多分、世界史上初の世界帝国ってことになるんじゃないですかね。それだけの規模だったらそうなるんですね。ところが32歳で急死してしまいます、はい、後継ぎは一番強いやつがなれと遺言を残します。はい、まあ、むちゃくちゃですよねちょっと分かりにくいなどうってなりますね、というわけで帝国は分裂します。あららら、はい、
で、まあいろいろ分裂してそのそれぞれの領地に分かれていくんですが、そのおかげでそのギリシャ世界の力っていうのは弱くなってしまいます、はい、そこで立ち上がってきたのがローマ、はい、イタリア半島ですね、はい、ちょっと西側に来ました。皆さんの想像しているヨーロッパにより近づいてきます、はい、でローマ共和制になります。この時、元老院っていうものがあって、はい、それからあと平民、貴族と平民ってその身分の差、まあ、もちろん昔からずっとあるんですけれども、この時その2つの身分が交わり出します。ほほほほほ、議会というところで、はい、元老院というのは平民たちがまず法律を決めます、はい、こういった法律がいいんだ、それから代表者を出してこう意見を言い出します、はい、元老院たちはそれを運用する、実際の実務家たちです、はい、そこでその平民たちの思惑がうまくいかないとか、元老院がこうテレンテクダを使うとか、はい、いろんなそういった政治的な駆け引きとかが生まれていきます、はい、これがローマ共和制の民主制です、はい、このローマ共和制時代の、民主主義の成り立ちですとか政治の仕方っていうものはちょっと今ここでは割愛しますが、ちょっと勉強するとすごく面白いですし、現代にものすごく活かせますので、ほうほうほう、おすすめのジャンルになります、はい、ぜひよろしければお調べください。そしてこの時代まず覚えておきたいのがアレキサンダー大王の次に出てくるビッグネーム、はい、ハンニバル。おろ、ハンニバル。そしてスキピオという人間が出てきます、はい、ハンニバルはローマの敵側の人物です、はいはい、でスキピオはそれに対抗したライバルですね、はい、で先ほど地中海の全体の地図にしてくださいと言ったのはここに理由があります、うん、ハンニバルはこのアフリカ大陸側の国出身の人になります、はいはい、カルタゴという国なんですが、はい、地中海ですよね。なので船で行き来をするわけですよ、はい、その船で行き来をする貿易国家、それがカルタゴという国でした、はい、そこの将軍として、ローマと大戦争を繰り広げます。彼らが活躍していた時代というのがだいたい紀元前の200数十年とかなんですけれども、はい、今紀元2200年ですが、はい、歴史上でも一二を争う軍事史上の英雄と言われている、はい、それがハンニバルという男です。そのハンニバルを破った男がスキピオなんですが、はい、スキピオ、後々与えられた名前があります。それがスキピオアフリカヌスという名前です。あら、アフリカ、そう、彼はそのカルタゴを破ってカルタゴを制圧したことでその土地の名前を冠することを許されたんですね。それがスピキオアフリカルタ、そういった人物が出てきました。ローマの共和制の時代です、はい、元老院でワイワイ揉めてる間にそういった敵対勢力とかも収めることができます、うん、ローマの共和制で地中海のそのぐるっと下のアフリカ地方、北岸地方も領地にしていきました。そんな中ある男がギュッと権力を一重に握ろうとします。あら、これがカエサル、カエサル、シーザーですね、はいはいはい、ユリウス・カエサルですかね、はい、すごく魅力的な男だったそうです。人気のある、はい、で彼がその途中で三党政治とかになっていくんですけども、共和制の中でそのみんなで話し合いで決めようよっていう中でなかなかうまくいかなくなっていった、そういった情勢を受けて誰かが権力をギュッと握っちゃってトップダウンで命令を下した方がいいんじゃないかと、はいはい、ということで彼がそれをギュッと握ろうとするんです、はい、ところが、まあ、暗殺されてしまう。あら、シーザー、そうです、ブルータスお前もかっていう名台詞がありますよね。ありますね、はい、その他にも彼は、祭は投げられたっていう言葉とか、あら、手紙を、そう、あと来た見た勝ったっていうだけの手紙を送ったとかいろいろあるんですけれどもまあすごく面白い人物です、まあうん、ハンニバル、アレキサンダー大王、ハンニバル、そしてカエサル、ここら辺の人物に関しては本とかあるいは漫画とかそういったもので紹介されているものも多いので、うん、気になった方いたらぜひ、ぜひぜひその人たちについて調べていただくのも悪くないと思います、はい、今ここでローマの共和制時代まで来ました、はい、そして共和制、このカエサルによって一回ちょっとまとまりかけましたよね、はい、まとまりかけた、まとまりかけました。あ、ちなみにこの時カエサルが愛人にしたのがクレオパトラです。あら、有名な人出てきましたね。すごいですね。クレオパトラはどこの人でしょうとなったらそれはエジプトの人です。これはなんか当時のヨーロッパの元になったものがやっぱその地中海世界なのでエジプトというのがかなりこうやって関わってくる。はあ。
はい、で解説でギュッとまとめようとしました。まあ、それは暗殺されてしまうんですが、はい、もう共和制では無理だと。誰かが出てリーダーがいて、その人の元トップダウン式で政治を進めていく方がもう世界的にも合っているだろうということで、この後カエサルのその勢力を受け継いだオクタビアヌスという人がローマ帝国の初代皇帝になります。はあ、ここで帝国制というものが生まれるわけです。なるほど。そしてこのローマ帝国というものが後々いわゆる想像されるヨーロッパというものといろいろ干渉していく、はあ、というところでヨーロッパ史前半を終わりにしていきたいと思います。なるほど。今日ずらーっとずらずらずらといろんなことをお話しさせていただきましたが、はい、まずその地図の視点のちょっとしたずらし方ですね、はい、それからギリシャから始まってイタリア半島に、東の方から始まって西の方にちょっと移ったんだよと、そのことだけでも覚えておくとだいぶ整理しやすいかなと思いますので、このあたりをキーワードにちょっとお楽しみください。それでは次の動画でもこのローマ帝国のお話を少しさせていただきたいと思いますので、はい、どうぞお楽しみにお待ちください。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。